小太りじいさん。昔々、左のほっぺに大きなコブのあるじいさまがおった。そのコブは大層重く、顔を洗うにも食事をするにも邪魔になった。そのたびにじいさまはため息をついた。このコブがなければ楽じゃろうに。ある日、じいさまは山へ薪を拾いに行った。ところが、ゴロゴロ、ドドー、雷が鳴り、激しい雨が降り出した。こりゃいかん、雨宿りをしよう。じいさまは近くのお堂に駆け込んだ。雨はなかなかやみそうにない。じいさまはうつらうつらし、いつしか眠ってしまった。どれぐらい眠ったであろう。気がつくと、にぎやかな音が聞こえてきた。じいさまが戸の隙間から外を見ると、なんと鬼たちが酒盛りをしているではないか。鬼たちは笛や太鼓に合わせて歌っておった。じいさまはあまりにたまげて息をのんだ。だがしばらくすると楽しげな歌にうずうずしてきた。じいさまは何よりも歌や踊りが好きだった。じいさまはとうとう我慢できなくなり、外に踊り出た。ピーヒャラプルプルすってけとん、プーヒャラポレポレほってけとん。鬼たちは初めのうちはポカンとしていたが、すぐにガハガハ笑い出した。こりゃ面白い。じいさまの踊りに合わせて手拍子に足拍子、ついには一緒に踊り出した。踊り踊って楽しむうちに、どこかでピーと鳥が鳴いた。鬼たちはじいさまに言った。明日の夜も踊りに来てくれ。へえ、そうだ、お前が絶対に来るよう大事なものを預かっておこう。そう言って鬼はじいさまのコブをもぎ取った。ありがたや、ありがたや。じいさまは喜んで家に帰った。この話を聞き、右のほっぺに大きなコブのある隣のおじいさんは悔しがった。あいつだけがいい思いをするなんて許せん。わしもコブを取ってもらおう。と、いそいそと山のお堂へ出かけた。夜が更けた頃、外から歌声が聞こえてきた。よしよし、始まった始まった。じいさんは張り切って外に出た。約束通り、じいが踊りに来ましたぞ。おお、来たか、踊れ踊れ。鬼たちはやんややんやと囃し立てた。ところが、じいさんの踊りの下手なこと、あっちにどったらこっちにどったらするばかりで、ちっとも面白くない。鬼たちはイライラして怒鳴った。やめろ、もう見たくない、帰れ帰れ。じいさんは慌てて言った。どうかわしのコブを。預かったコブは返してやる、とっとと帰れ。左のほっぺにペタッとコブがくっつけられた。コブが増えてしもうた。コブが二つになったじいさんは泣く泣く家へ帰っていった。